浜田聡議員。川口市で散見される危険な建物解体と化石再トラック問題を国会で追及がネットで話題。内容はこちら。浜田聡議員が川口市のクルド人問題を国会で追及してくれたようです。では高安神優さんのポストより内容を見てみましょう。高安神優ミジンコマさん。浜田聡氏が危険な建物解体と化石再トラックを委員会で指摘。浜田、政府は現状を把握してるのか。国交官僚、是正指導している。浜田、クルドカーを把握しているか。警察官僚、取締り活動をやってる。浜田、やってるのは不法滞在者が中心なのだから、法務省も動け。浜田聡氏グッジョブ。最近 SNS をはじめとするインターネット上で特に数多くの事例が指摘されております危険な建物解体や化石再トラックについて伺っていきます。今回いくつかその事例の写真を用意させていただきました。まずは危険な建物解体の報告が多数あることについて伺います。用意した写真はですね、FNN で放送された番組の一部であります。我々にとってはあまり見慣れない建物の解体現場であると思います。3階か4階建てぐらいの建物をですね、重機で豪快に壊しているようで、各フロアの床が壊されている状態です。番組の中ではプロの解体業者さんが問題点2点ほど指摘されています。1点目としてはですね、解体する建物の周りを覆うものなんですけれど、これは写真のように薄いシートではなく、頑丈なパネルで囲いをつけていくべきという指摘です。2点目として、解体する建物を重機で壊すのではなくて、上から順繰りで人の手で少しずつ壊していくというのが原則だという指摘です。写真の事例では品川区がですね、工事中止を指示したとのことです。こういった事例は決して限定された事例というわけではなくて、都心を中心に各地で指摘されているというのが私の認識でございます。そこで政府に伺います。このような危険な建物解体の指摘が相次いでいる現状について、政府の把握しているところを伺います。国土交通省大臣官房まかない審議官。お答え申し上げます。解体工事の施工にあたりましては、労働安全性法や振動規制法、廃棄物処理法等の関係法令を遵守して、公衆に危害や迷惑が及ばないように施工することが必要でございます。仮に法令に違反して解体工事が行われた場合には、関係法令に基づいて所管する府省や地方自治体から厳正な対処がなされるべきものと認識してございます。ご指摘のございました昨年9月の品川区のビル解体工事につきましては、不適切な重機の使用等により、解体工事を行い、近隣にも被害が及んだという事案でございます。で、この事案の元請け事業者は、埼玉県知事の許可を受けた建設業者でございましたが、埼玉県に確認したところ、本事案では、埼玉県が元請け事業者に対して、周辺住民の安心・安全に配慮せずに施工したとして、建設業法に基づく文書指導を行ったほか、労働基準監督署が下請け事業者に対して、労働安全性法に基づく是正指導を行ったものと聞いております。国土交通省といたしましては、解体工事を含め、適切な施工が確保されるよう、関係法令を所管する府省や地方自治体と連携して対応してまいります。浜田聡さん。はい、多くの方が不安に思っていらっしゃいますので、しっかりとした対処をお願いしたいと思います。次にですね、非常に多くの資材を荷台に乗せて公道を走っているトラックの報告も多数あることについて伺います。用意した写真はジャーナリストの石井孝明さんによって撮影されたものです。荷台いっぱいに積まれた廃材が今にも荷崩れしそうなトラックです。実際に荷崩れした事例も報告が散見されていると認識しております。こういったトラックは埼玉県川口市周辺の高速道路や交通量の多い幹線道路で多数目撃され、市民からはですね、クルドカーと呼ばれているとのことです。そこで政府に伺います。このような車が指摘されている現状について政府の把握しているところを伺います。警察庁長官官房小林審議官。お答えいたします。委員のご指摘は埼玉県の来日外国人に関するものと存じますが、埼玉県警察では、現在の情勢を踏まえ、埼玉県南部において、警察本部と警察署は緊密に連携し、交通対策を含めて各種警察活動を集中的、継続的に実施しているところであります。
ご指摘の報道についても承知しておりますが、埼玉県警察においては、外国人の過積載車両の取り締まり強化の要望も住民等から受けているところであります。過積載といった積載制限や物の転落を防ぐため必要な措置を講ずるといった運転者の遵守事項に反するような貨物の積載は重大事故につながりうる危険な行為であり、警察としては引き続き厳正な取り締まりを実施してまいります。浜田聡さん。はい、取り締まりの方をしっかりよろしくお願いしたいと思います。今回過積載トラックの写真を提供されたジャーナリストの石井孝明さんからはですね、私も直接お話を伺いました。いただいた情報からはですね、こういった建物解体であったり、トラックの問題はですね、不法滞在中の外国人の方によるものが中心とのことです。であればこういった問題はですね、国土交通省警察のみならず法務省の方でもですね、問題意識を持って取り組んでいただきたいことを申し上げて次の質問に移ります。次に通告していた順番前後してですね、パンデミック条約に関してお伺いしたいと思います。このパンデミック条約は WHO を中心に議論が進められている新しい条約でして、その名の通り次のパンデミックに備えて準備を進める。浜田議員、いつも日本の国益のために動いてくださりありがとうございます。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。浜田議員さすが。和田議員より全然いい仕事してくださる。話題に出して省庁を批判することなく仕事してないことを露呈させるってうまいな。素晴らしいですね。国会議員の全てがこうであったならと思いますわ。この人は頑張ってるな。まともな政治家なんて世の手で足りるぐらいなもんだよな。所属政党はともかく数少ないまともな人。こういうことを言う議員は本当に今の日本には必要だよ。は、まった、は、まった。浜田議員はまさに国会議員の鏡のような方ですよ。次はこちら。ガチで国会でクルドカー言っててくさ。クルドカー。これ正式に文章として記録されましたね。パンデミック条約まで言及していますね。東大修士、京大医師、努力の人だと見受けられる。浜田議員はやるべきことを粛々とやっている。本当によく働いている。最も憂うべきは他のでかい野党がこの話題に全く触れないこと。野党にこう言った人が多ければ自民から議席を奪えるんだけどな。他の野党も本来はこうあるべきなのに、なぜ他の議員は浜田議員のような仕事をしてくれないのでしょうかね。次はこちら。不思議なのですが、世界で一人だけ私は外国人犯罪者問題に必死で取り組んでいると叫ぶ和田政宗大先生はこのレベルの質問をなぜできないのでしょうか。クルド愛あふれる情報は各所で観察されますが、クルド人活動家から感謝される和田氏、金と権力が欲しいタイプじゃないってのは行動でわかるよな。和田ボーとかいう偽装保守の人は念願の自民に入ったら正体表したからな。この人は本物であってほしい。和田どんだけ頼りにならねえんだわら。和田議員は浜田議員を見習ってほしいものです。最後はこちら。これが普通の反応なんだけど、それができない議員ばっかなのがね。マスコミもジャーナリズムが少しでも残ってるなら移民難民キャンプ問題についてどこの誰から圧力がかかってるのか調べてほしいもんだ。川口クルド問題ってテレビ新聞では報道されてない気がするな。日本の解体業者で日本人が解体してたらマスゴミさんは大はしゃぎで大問題だとえらい切り立てて報道するのに、クルド人だとローカルニュースだけ。犯罪を犯したら平等に処罰されるようにしてほしいというだけで、マスゴミやリベラル団体からすれば右翼扱いだからな。日本のマスコミはすでに腐っていますからね。期待するだけ無駄ですよ。結論。日本の国会議員が浜田議員のように日本の国益を第一に考える方ばかりであれば、今の日本がここまで末期状態になることはなかったと思います。今の国会議員の多くは日本の国益ではなく自分たちの利権や私腹を肥やすことばかりを考えて政治をしているようにしか見えません。
与野党を含むすべての国会議員に浜田議員の爪の赤を煎じて飲ませたいくらいですよ。お金のために政治をする国会議員は日本に不要です。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。